はい、こんにちは。えー、ということでね、今日も小屋の経のウラルスチャンネルを始めていきたいと思います。ああもうなんか本当にどうしたらいいんですかね。ただただ、わからない、ですね。本当に、セレソ戦の負けはありましたけど、基本的にそんなにボコボコにされて負けるとか、完全に、 守られてカウンターで負けてとかっていうことが本当にないので、で、しかもレッツとしてもこれだけ今日みたいにゴールに迫ってるっていう中で、ただただ勝てない。最後のショルツのシュートのシーンでショルツがもう悔しがってましたけども、あのシーンに全てが集約されてるというか、なんでだよっていう。まあ、そのショルツの最後のシーンに関しては左足よりも、あそこで右足で前に持ってってシュートを打った方が良かったでしょうけど、まあそういう細かいところなんでしょうね、きっとね。 ここは左足で打たない方が良かった、右足で打った方が良かったとか、ここはクロスここの方が良かったとか、ここはもっと早く打てば良かったとか、まあ小泉前半に1個そういうシーンありましたけど、もっと早く打てたのみたいな、とか他にも、まあもうちょっとシュート打てただろうっていうシーンもありましたけど、まあアビスパはこうディフェンスが何人もいっぱい目の前に来るのでね、そこでシュート打てば例えばハンドを誘えたりとか、まあ松尾がシュート打ったことでこぼれて秋元が、 うまく抜けて、まあポストでしたけどっていうシーンもあったので、やっぱりあのシーン、ああいうシーンをいくつも喪失できればもっと良かったんじゃないかなっていうところで、やっぱり、うんまあ、前半あまり伊藤が絡めてなかったけど、後半ね、前に出てったことで、まああの、結構伊藤が鍵になってましたけど、今日は前半と後半で分かりやすく。うーん、まあそれで結構より、あの、多分伊藤としても、 ここはやったらなあかんってなったんでしょうけど前半で。まあ、伊藤が後半よりあの前にアグレッシブに行くようになってからはすごく良かったですね。まああの、オフサイドになってしかもどっちにしろシュートも外してみたいなシーンもありましたけど、あれよくよくスローモーション見たらあのオフサイドなかったんじゃないかなっていう感じがしたのでミキサイドバック残ってて、あれが伊藤決めてれば、もしかしたらほんとちゃんとゴールになってたかもしれないオフサイドディレイでっていう。で VAR でゴールになってたかもっていう。 そういうようなシーンだったのでね、ねあそこは決めてればだって、決めてないから単純にオーサエーとなっちゃったわけで、あそこご、伊藤がゴール決めてれば VAR でゴールになった可能性も、ま、やっぱあるわけで、そういうところね、決めきれないんだっていうところでね、なんか、うーん、で、やっぱりなんでああいうところ決めきれないかっていうと、やっぱり、 何試合も何試合もやっていく中で、ああいうシーンが訪れる回数が少ないっていうのがあると思うんですよね。何回も何回も同じシーンが訪れてたら、やっぱり精度っていうのが上がってきてて、それでしっかりと決め切るっていうところもできると思うんですけど、やっぱり試合の中で、あの、これまでの試合でもそうですし、その、何回も何回もゴールに迫るシーンっていうのが、あの、出てこないと、うーん、まあ、あのシーンはもう意図決めろよ、嘘だろって感じですけど、 まあ、やっぱり、あの、何回も何回も、そういう、同じシチュエーションを作り出すってことはやっぱ大事で。なので、伊藤に関しては、もっともっと前半からあの裏への抜け出し、やってほしかったし、あの同じシーンが2度あったら、きっと2回目はさすがに外してないことでしょうと思いますし。なんか、そういう意味でも、うーん、もし、なんでここ入んねんだよっていうところを改善するのであれば、そこなのかなっていう。あの、ぜ、 そういう同じシーンを何度も何度も作り出すことしかないのかなっていうところを感じましたただ今日に関しては本当になんでだろうなっていううーんまあ一つの要因としてやっぱりあの福岡の守備の硬さっていうところが圧倒的にあのまあそれでもレッツは崩せてましたけどそれでもまあ裏取られてもあのゴールに迫っても結局一番最後に足出してきますからアビスパは特に今日7がね あの、去年の、えー、前半戦アビスパと戦った時、だから、アビスパと、ま、合計でシーズンで2試合やるわけなんですけれども、1試合目ですよね。前半戦アビスパと戦った時も7がやばすぎて、ちょっと7ほんとやばいなと思ってたんですけど、まあ、その時の動画もね、ぜひ、あの、余裕ある人は見返してほしいなと思うんですけど、去年のアビスパ戦の1試合目ですね。 あの、負けた試合ですね、レッツが。あの、西川がキャッチミスって、ブルーノ・メンデスに決められた試合ですけど、その試合も本当に七がやばくて、七やばーみたいな、あの感じで思ってたんですけど、やっぱ、あの、なんというか、あの七の、正直ちょっと、あの、公式 LINE でも何人かと話してましたけど、七が本当に3人ぐらいいたなっていうか、秋元もまあ4人ぐらいいましたけど、 <laughs> 七がちょっとやばかったですね、本当に。あの人はなんで代表に呼ばれないんだろうっていうぐらい、本当に良くて、毎回毎回なんですけど、まず、サイドでの1対1の対応は完璧だしかつ、相手が完全に崩しきったかと思ったところでも、最後、センターバック並みに絞って、結果を出すああの足を出してきて、しっかりとブロックするし、なんなら逆サイドまで行っちゃって、1対1勝ちに行くっていう。 大久保が、あのフィジで負けた、フィジカルで負けたとことかありましたけど、いやー、ちょっとね、今日の MVP は確実に七でしょうね。あの、試合通しての MVP は。というぐらいのもう、本当にまあ、あのー、そういう一人の選手の活躍もあって、もちろん組織でやってるので七が活躍できてるっていうのもありますけど、まあ本当にそういうことで、あのー、だいぶ止められてたなっていう印象があるので、まあ、やっぱりそこの七に対しては少なくとも、モーベルグか、 え、大久保か、え、松崎を最初から当てていかなかっ、当てていかないとちょっと難しかったのかなって、やっぱドリブラーぶつけていかないと、あの、まずサイドから突破っていうのがほとんどなかったですし、で、せっかく突破できてクロス上げてんのに中に誰もいないっていう。なんかなんであんな中誰もいないんですかね。で、なんであんな中誰も合わせられないような構成になっているのか。本当に中で表せられる選手がいない。もうせっかくクロスまで行っても <laughs>、 中で合わせる選手がいないっていうのは、これほんと大問題だと思いますよ、個人的には。あの、ユンカーが怪我してるとかじゃなくて、もうせ単純にレッツのサッカーの構造としてそうなってないじゃないですか。あの、クロスに対して人が入っていくっていう。で、わあの、クロスをじゃあまあ、上げ、あの、捨ててるっていう前提ならまあいいですけど、だったらもっと真ん中から崩して点取んないといけないのに、結局サイドに追いられて、クロス上げるだけになってシンプルに跳ね返されてっていう、な、どこが強みなのっていう、結局。 っていう、ちょっとよくわからないところも今日めちゃくちゃ見れまし、見えましたし、ちょっとそこはね、あの、どうにかしていかないとまずいところなんじゃないかなっていうのは思いました。ただ、ただその中でもうまくよくチャンスを作っていたし、今日の、あの、前半の入りと後半の入りっていうのはやっぱほんとよくて、やっぱ、入りから点取りに行ってるなっていうのを前半も感じたし、まあその後こ着してしまって前半終わっちゃいましたけど、後半の頭からもね、もう一回スイッチ入れ直してすごく、あのー、 ぜ前半15分まであのやりきったらんだっていう。まあ、後半は本当に、あの、45分間しっかりとやれてたと思いますけど、あの、取り切ってやるんだっていう気持ちはめちゃくちゃ感じたし、今日の夫人もすごく良かったんじゃないかなって思います。あの、松尾が結構やっぱりね、あの、裏抜けとか、えー、キープできる。で、シュートも打てる。で、秋元が前にもいる。で、小泉みたいにボール持てる選手がいて、パスも出せる、シュートも打てるっていう選手が前にいる。で、 ま、守備の場面でもね、だいぶ前から取り入っていて、すごく、あの、機動力があって良かったんじゃないかなと思いますし、全体的に。あの、今日のだから、あの、前の攻撃陣に関してはすごく良かったなって感じますね。ま、シャルクのところが、うん、ま、秋元が左で、右が松崎でも良かったんじゃないかなとか思ったりもしますけど、 まあちょっとそこはね、やっぱシャルクも結構ディフェンス上手いなと、ここ何試合も見てて思うんで、そこはやっぱり前からのディフェンス優先したのかなっていう、まあそれ自体は悪くはないのかなと思って、実際そこでしっかりと奪えてチャンスになってるシーンも。 ここ何試合もありますし、今日もあったので、まあそこは、うーんと、まあいいかなと思ったんですけど、まあだからどっちにしろそういう意味で、結構前、前、前に前にっていうその推進力を出せていたし、すごく良かったんじゃないかなと思います。いいサッカーができてたなと思いますね。まあなのであのメンバーでちょっと今後も見ていきたいなと思うぐらいの、 本当にいい組み合わせだったんじゃないかなっていう。あとはまぁエサカが入ってからもすごく良くなったので、そこにエサカをどうやって混ぜていくかっていうところ、あとドリブラーをどうやって入れていくかっていうところで、個人的には秋元が試合のか、試合開始直後あたりはずっと裏に抜けて、結構ゴールに直結するプレーが多かったんですけど、あの、試合が落ち着いてくるにつれ、前半の途中あたりからもう右サイドハーフみたいな感じになっちゃって一気に、その下がんなきゃいけない。で、やっぱり、あ、さ、 低い位置に秋元がいると上がっていくまでっていうのはもう単純に物理的に時間がかかるのでやっぱその秋元の良さを生かせないっていう左サイドバックじゃないだけまだ秋元の良さを生かしてましたけどやっぱり秋元を使うんであれば最適解としてはほんとワントップぐらいの勢いでずっと前に張らせていないとせっかく秋元出してるのにもったいなかったなっていうのはまあもちろんめちゃくちゃ活躍してましたけど今日もだけどもっといけるだろうっていうそのもっと秋元の良さを出せるだろうっていうところがやっぱり あの、フォワードの位置だったのかなというふうに思うんで、まあ、うん、僕的には、さっきも言ったんですけど、やっぱシャルクではなく、まあサイドハークできる、選手を入れて、まあ秋元を前に出すっていうところもありだったんじゃないかな、もしくは、そのシャルクを右に回すとか、まあとにかく、とにかくどこをこう生かすかっていうところを、まあやっぱりその、 なんていうのかなやっぱり選手それぞれの特性を一番100%出せた方が点は取れると思うんですけど、まあ今日はもちろんめちゃくちゃ出せてたと思うんですけど、もう一歩、そこの、なんかこうちょっと膠着しちゃったなっていう時とか、あの、もっとゴールに迫ってる場な前半って思った場面としては、やっぱり秋元をもっと前で見たかったなっていう、もっと秋元には前に残っててほしかったなっていうのが正直なところなので、やっぱ下がりまくってて、あの、全然、<coughs> 秋元がパス回しに参加するみたいなシーンも結構見られたので、それじゃ意味ないじゃんっていう秋元を前で使ってる意味がないので、それだと。うん、だったら、それ秋元が下がってくるんだったら伊藤がもっと前でないとダメだし、うん、ま、後半は裏出てましたけど、伊藤が。だけど、なんかそういうのも含めて、ちょっともっとこう、選手を活かす、うーん、ポジションがあったんじゃないかなと思うし、もっと、なんで前半から、 特にボランチあの、まあ、岩は結構前でカットしてましたけど、なんで伊藤とかもっと前から行かなかったんだろう、前に行かなかったんだろうと思うし、その、全体的になんで前半からそうしなかったんだろうっていう、その、だって結構もうそれって、福岡という相手がいて、レッツのその選手が、ポジションがあって、 こういう風にやっていったらきっとレッツの強み出せるんだろうなっていうことは分かってる選手企業だと思うんですよ。特に今日はそれをすごく感じて、だからこそ期待感があったんですけど、その、あ、こういう狙いがあって、あの、裏狙い、裏を狙ってとか、 あの、前にどんどん人数かけてガンガン行って、2二列目から飛び出していって、ボランチも飛び出していって、で、前で秋元みたいに体張れたりとか、裏抜ける選手がいて、松尾みたいにシュート打てたり、ドリブルできたりする選手がいて、っていう、結構明確にすごく期待できるメンツだっただけに、ま、あの、いいサッカーしてましたけど、もっとやれただろうっていう、もっと最適解出せただろうっていう、その、この、このポジションで出してほしいサッカーの90、90%ぐらい、 は出せてたけど、残り10%が出せてなかったなっていう。90、まあ、点で言ったら90点ぐらい出せたけど、あと10点が足りなかったなっていう、その最適解のところで、もうちょっと突き詰めてほしかったなっていう前半からね、そこはすごく思ったところでしたね。はい、そんな感じでございました。まあ、渋谷本当よく頑張ってたし、あのー、岩波がうまく、 たくさん跳ね返していたので、まあ、やっぱ岩波は、ま、結構最近叩かれてますけど、やっぱああいうフィジで来る相手に対しては結構有効だなっていうふうに思ったので、まあ、今日はほんと良かったんじゃないかなと思いますし、あの、いい縦パスも入れてましたし、あとはもうあれですよね、セットプレイのとことか全然アイディアがないので、あの、レッツね、どうすればいいのか、せっかくセットプレイとかフリーキックいっぱい取れてたのにほとんどチャンスになってなかったですからね。 あのー、どうにかそこをな、どう、もうちょっとなんか工夫しようぜっていう、ただ入れてるだけっていう、で、ほとんどニアのディフェンスに弾かれてますから、ボールが届かずに。そのフリーキッカーとしてどうなんだろうっていうキックの質が多かったですから、今日は岩尾に関しては。 ちょっとねまあ、あと岩波のいいフリーキックからのシュートもありましたけど、なぜかそこにも七がいるというね。何なんでしょうかあの人は本当に。もう謎すぎます。まあ本当に、あの、レッツがいいサッカーしていて、一個の入らなかった要因としては本当にその七の存在。だったり、アビスパの本当最後まで体張るところ、あのー、が出たんじゃないかなっていう。まあだから本当にレッツが悪かったっていうよりも、レッツも良かったけど、福岡がめちゃくちゃ良かったっていう。福岡の守備が。っていうところもやっぱありましたよね。うーん。 ま、レッツはほんとここ最近の停滞していた攻撃陣にしてはうまく攻めるたと思いますので、ま、今日見たメンツが結構いいなと思ったので、引き続きちょっとこのメンツやってもらって、で、ちょっと秋元もうちょっと前に晴らしてほしいなっていうのが個人的な願望ではありますね。あと伊藤がもっとあのポジションで出るなら、もともと出てってほしいなっていう前に。で、伊藤がそれできないんであれば柴戸にやってほしい。柴とを出すべきだと思うし、というところでしたね。うん。ま、なので、 あーまあ結局また勝てずにですけど、ちょっとね、まあ、うーん、なんで点が入んないんだろうって、やっぱ、こう、正直戦術,戦術面とか、個人的なスキルだけでは表せない運の部分とかそういうのも本当にあって、なかなかね、こう、もどかしいですけど、んーまた今日新しい形で、あ、なんかこういう形でやれば結構、 いいサッカーできそうだなっていうところも見えたので、さっきから言ってますけど、小泉、秋元、えー、松尾、シャルク、まあ、江坂が絡んできたり、で、ボランチに伊藤がいたりとか、そういうところで、あのー、結構まあ、いい、攻撃もできてきてるので、まあ、あとはもうちょっとこう、サイドバックをうまく使うような攻撃ができたらなっていうのはありますね。宮本、大畑が、今日クロス上げる回数は多かったですけど、その、結構もう、あの、きつい状況で上げてたりとかしてたんで、 あのー、まあ、大畑はいくつかうまく上がってクロス上げたシーンありましたけど、まあ、もうちょっとサイドバックを有効に使える、あのー、シーンが増えてくればなとは思いますね。はい、そんな感じでした。皆さんはどう感じたでしょうかえー、本当にね、あの、現地、現地というか、ま、ほんと連戦最後だったので勝ちたかったですけど、まあ、皆さんの思うことがあればぜひぜひコメント欄に書いてください。何でもいいです、本当に。あのー、こう思った。 私はこう思った。俺はこう感じたと。僕はこう感じたと。えー、っていうのをね、別にあの、全然戦術的な面じゃなくてもいいですし、気持ちいい、感じた気持ちいいとかでも何でもいいですので、ぜひぜひみんなとなんかこう、ちょっと今日のこのもどかしさを分かち合いたいなと思いますので、コメント欄に書いてくれたら嬉しいですし、よりね、あのー、コアに僕と本当に普通にリ,リアルタイムでやりとりできる LINE がありますので、公式 LINE、あの、概要欄から登録していただければ、試合中もですし、えー、まあ、あの、ふとした時になんかこう、 会話ができればなと思いますので、レッツに対して、本当に議論するのも好きなので、ぜひぜひ、えー、そこら辺もね、登録してくれたら嬉しいですし、YouTube に関してもチャンネル登録してくれたり、いいねしてくれたらとっても嬉しいです。えー、ぜひぜひ、今後もね、一緒にレッツを応援していただければなと思います。えー、レッツの皆さんお疲れ様でございました。ロ本当に連戦お疲れ様でした。まずは、まあ、負けなかったことが何、まだ、マシだったかなという。で、現地で見た皆さん、そして、ザダゾンで見た皆さん、本当にお疲れ様でございました。 監督のリカさんも、レッツのスタッフの皆さんも、選手の皆さんもお疲れ様です。えー、もどかしいですね。本当に。どうすればいいのか。その解決策は、もしかしたら、えーこのメンバーでできる最適解をもっと出していくことにあるのかもしれません。そんなところで今日は終わりたいと思います。次回はかしたいですね。We are ツバイバイ